開幕がどうですか、こういよいよ近づいてきたみたいな感じありますか。やっと本当近づいてきたなっていうのは、はい、感じてますね。はい、いろんな経験されてる金賀選手ですけど、やっぱりこうドキドキとかワクワクとかいろんな感じはありますか。いやもう本当に初めてのことですし、どんなリーグに、今までとは違うリーグにならなきゃいけないと思ってますし、なんかもう本当にワクワクですね。はい、これ浩二さんとはどうなんですか。はい、まあ、面識というのも含めてどうなんですか。いや僕がそのレジーナの取材に来た時に初めてこう、まあ、面と向かって挨拶させてもらって、はい、そこからの、はい、今につながってますけど、はい、だいぶ距離感縮まってますね。お、はい、ただね、浩二さん、これ危ないのが、浩二さんは距離感縮まってても、はい、金賀選手はどう思ってるか分からないところがあるんで、そっちがありますよね。これやっぱ聞いておきたいところです。聞いてもらってもいいですか。はい、やっぱりちょっとね、ちょっと怖いですもんね。はい、じゃあ僕が代わりにちょっと聞いてもらっていいですか。はい、浩二さんこう言ってるんですけど、はい、金賀選手的に浩二さんとの距離っていうのは縮まってますか。はい、だいぶ遠い感じ。最初は、あの、まあ、いい意味で、はい、あの最初の印象とはちょっと違う感じで、はい、近くなった感じがします。最初の印象ってどんな印象ですか。やっぱりこう、まあ、広島といったらっていう、サンフレといったらっていう顔の人なんで、こうなんていうんですかね、やっぱちょっとこう話しがたい雰囲気だったりとかってあるのかなと思ったんですけど、はい、あそこはあまりなく、いい意味です。はい、いい意味で、はい、すごい気さくに話していただいた。男女分かれると、はい、そこまでこう何かで一緒になるっていうことはないんですか。なかなか今までそれこそ世界で、ナンバーワン取って結果残してきた金賀選手と意外とこう面識ありそうでなかったりとか、うん、まあオリンピックも一緒にね出させてもらってますけど、うん、なかなかそういう面識なかったので。まあ、こうやってね、広島に来て、くれたことがね、僕にとっては非常に嬉しいことです。うん、はい、金賀選手、まさか浩二さんと同じこの紫のユニフォームを着ると思ってなかったですか。いや、もう想像もしてなかったです。はい、まず本当にサンフレッチェに女子チームができるなんて、うん、ずっと私は女子サッカーに関わってきた中で信じられないというか、はい、ことだったんで嬉しいですね。うん、あと広島の街に住むのも初めてですね。はい、そうです。うん、そのあたりも含めてどうですか。いや、スポーツの熱がこんなにも熱い土地だって全然やっぱ知らなくって、うん、ここ外国なんじゃないかっていうぐらい、やっぱりカープの結果をすごいもう本当に皆さんが知ってたりとか、はいはい、サンフレッチェの情報も知ってたりとか、うん、なんか他の県じゃちょっとあまりないんじゃないかなってぐらい、こうスポーツが身近にある感じがして、はい、私としてはすごくこう嬉しいというか、いい場所に来れたなと思ってます。なんかこう広島の方々の印象っていうか、あったかいですね。すごい私、まあ、家の近所の方にもすごいよくしてもらったりとかも してますし、うん、ちょっとこう川沿い走ってる時に声かけてもらったりとかも、代表で優勝した後とかは声かけてもらうことやっぱちょっと増えましたけど、うん、ここ数年ほとんどなかったんで、広島に来て久しぶりに木賀さん頑張ってくださいとか言ってもらって、あ、なんか嬉しいなというか、はい、そういう、はい、そうですね、嬉しいですね。私も本当気が利く選手なので、まあ、それこそレジーナのキャプテンで、まあ、経験豊富で、まあ、若い選手もたくさんいる中で本当チームを、ね、引っ張る存在として頑張ってもらいたいですし、自身のこうコンディションについてはいかがですか。そうですね、まあ、シーズン始まって少し怪我をしてしまって、うん、まあ、その後、まあ、治ってから少しずつこう上がってきている中で、ここから、もう本当に開幕に向けてもう1段階2段階こう上げていく必要があると思うので、まあ まあ、その状況としてはコンディションはいい、今はいいと思うので、ここから本当にシーズンに向けて、もうトップでいけるように。チーム全体の仕上がりっていうのはいかがですか。まあ、ゼロからスタートしたチームですけど、まあ、プレシーズンも戦って、うん、こうなんとなくこうレジーナっていうチームの色だったりとか、うん、特徴だったりっていうのが意識できてきたんで、まあ、そこをベースに、まあ、それをこう何段もこう積み上げていく必要があると思いますし、まあ、開幕に向けて、まあ、サンフレッチェファミリーの方々ちょっと意気込みを最後お願いします。スポーツの熱い街で、うん、
この、まあ、女子スポーツっていうところはこう少ないかなっていう感じもしてるんで、あのレジーナが、活躍する姿だったり、本当に必死に戦う姿を見てもらって、まあ、女性の方にこうパワーを与えられるような存在になっていきたいと思ってますし、まず本当に結果を出して、応援してもらえるようなチームになっていけるように頑張りたいと思ってます。